マカレーメンようこそ。もくもくもかです。たんたん、本日の企画はこれ、スクールバッグの紹介をします。あ、盛り上がってください。わー、楽しみ楽しみ。これ実際に私が学校に持って行ってるバッグなんですけど、今日はこれの中身と、まあ、このバッグをね、紹介していきたいと思います。前やったカバンの中身紹介はお出かけ用のバッグで、はい、今日は学校のカバンっていうことだよね。そうです、うん、バッグ本体から紹介していきます。リーさんのバッグなんですけど、私の学校特にバッグに指定がなくて自由なのでネットで購入しました。でこれはちょっと優秀なのです。それを一個ずつ紹介していければなと思います。まずこことここ左右にちっちゃいポケットがあるんですよ。ここは私は結構な頻度で使うものを入れてます。それがまず鏡、あのカル TV のヨキさんとカイガくんにプレゼントしていただいた動画のヨキさんにもらった鏡ですね。これはで、これがファンの子にいただいたハンドクリームですね。私結構乾燥しやすいタイプなのですぐ取り出せるようにこの左右のポケットに入れています。次がこの二重線になってるところ、チャックが開くようになってて、ここはそんなに高頻度では使わないけど、この中に入れてたらぐちゃぐちゃになっちゃうような小物を入れてます。でそれがまず一つ目がテープのり、プリントを使う授業が多くって、ね、結構のりとかが必要になってきたりするので、私はテープのりを常に持ち歩いてます。ちなみに私はスティックのりよりテープのり派です。なんで？シワになりにくさ、すっごい気になっちゃうんですよ。あのスティックのりでやった後にこうシワになってるのか、あとティッシュですね。なんか汚れとか気になった時にすぐ拭けるのでティッシュは持ち歩いております。以上です。ここはここチャック開くんですよ。ここにはあの髪の毛を直すグッズが結構入ってて、前髪とかがめっちゃ気になるタイプなので、あの持ち運べるサイズのスプレー、これめっちゃ便利なのか、カチッてやったら出るんですけど、カチッてやったら出ないようになってるんですよ。押さない、この中でプシュってなっちゃったとかもないので、これは便利で使っております。安心だね。はい、体育の授業の時に髪の毛を結ばないといけないんですけど、シュシュですね、これはウィゴーさんのです。めっちゃ可愛いですよね、これ、うん、これをここにこういう感じで目薬、授業中結構眠くなるタイプで、あれ授業で習いました。私昼間って眠くなるんですって。あ、みんな人間ってそういう風にできてるらしいです、まあ、特に食後とか、まあ、眠くなるらしくって、これを目薬持ち歩いてます、まあ、眠くなった時にさせるように。ちなみになんですけど、私結構そのままお仕事に行くこととかも多くって、この中に洋服入れたりとか体育着入れたりとかになってパンパンになっちゃうと、お財布とかが入らなくなってくるんですよ。あと物がいっぱいありすぎて出しにくいとか、その時まさかまさかここに財布入るんですよ。この長財布、え、私がいつも使ってる、すごい、これこうやってやると入るんですよ。だからめっちゃ便利なんです、これ。では大きいところに行きますね。こういうタイプですね、この紐で開けるタイプで、結構な大容量です。ほらすごいね。6時間分の授業の教科書入れても、その上に体育着乗るし、お弁当箱乗るし、なんなら洋服乗りますからね。まあそんな中でも私が紹介できるまず一つ目がこちらです。リース部屋に持っていきませんか。電子辞書です。持ち物あんまりごちゃごちゃしたくなくて、あと白だと汚れが目立つのが嫌で黒にしたんですけど、国語辞典、英語辞典、和英辞典っていっぱい辞典があって、これ1個だけでいろんな授業に対応できるんですよ。あの海外の先生って本当に英語しか喋んないんですよ。だから、わ、なんて英語で言うんだろうこの単語みたいな時はこれを使って調べてます。これがないと生きていけません。で次がですね、今これは絶対入ってます、筆箱、バラの形がついてる。あ、ほんとだ、かわいい。こちらウィゴー135さんで買ったんですけれども、300円か500円ぐらいでした。めっちゃ安いですよね。両方こう開けられるスタイルなんですよ。例えば今たまたまこっち側に消しゴムがあるんですけど、こっち側に消しゴムがある時もあれば、こっち側に消しゴムがある時もあるんですよ。けど片方からしか開けられないとめっちゃ大変じゃないですか。し、これ落としてもあんまり中身が出ない。めっちゃ便利です。便利だね。中何入ってるの？紹介しちゃいます？え、気になる。じゃあまずシャーペンからですね。プレゼントでもらったシャーペン、ミニーちゃんのです。
で、ちなみにシャーペンはこれ1本です。シャーペンいっぱい持ち歩くのあんま好きじゃなくて、1本でいいやと思ってカラーペン使う機会が増えて、なんでカラーペンいっぱい入れたら入りきらなくて、シャーペンは1本でいいやって思います。次ボールペンですね、うん、無印さんの黒のボールペンですね、うんうんうん、0.38mm を私は使っております。かけるタイプってちょっとなんか頭良くなった気分になる。わかる、わかります。これも無印さんなんですけど、これはこういうタイプ、うん、青ですね。こちらもこちらは 0.5mm です。青って結構な頻度で使うと記憶力が上がるっていう意味もあるので。なんで太さ違うの？なんとなく多分あの色ペンの中で一番使うであろう色、赤、ジュースアップさんのです。これめっちゃ便利、本当に書き心地がいい。中学の時に友達が使ってて、それを貸してもらったのがきっかけで使い始めたんですけど、これが同じ種類のオレンジですね。なんでかわかんないんですけど、赤が 0.4 でオレンジは 0.3 です。ちなみにそのボールペンっていくらぐらいなの？ああどうだったかな、でも私が買った時は200円ちょいぐらいって気がします、税込みで。これは多機能ボールペン、黄色、オレンジ、紫、ピンクの4色が入ってるやつですね。使わなそうに見えて使ったりするんですよ、紫とか枠加工時とか。オレンジとかあと同級色ばっかりだとなんか見てて疲れてきちゃうんですけど、こう落ち着いた寒色系、青とかノート綺麗に見えるよね、うん、めっちゃ便利です。紫のサラサさんの紫のボールペンです。これ好きなんです。これは 0.5mm ですね。なんで私こんなに太さ違うんだろう。でも絶対 0.3 が一番使いやすいと思いますよ、私は。で次が蛍光ペンです。こちらがですねオレンジの蛍光ペンなんですけど、これは誕生日の時にピンクの蛍光ペンとセットでお友達にもらいました。これまた無印良品さんの黄色の蛍光ペンです。黄色って本当に出現率高いんですよ。この蛍光ペンはこっちが太くなってて、こっちが細い方になってるんですよ。だからめっちゃ便利、いろんな時に使えるんで。これは家にあった定規なんですけど、もう高校生になると1センチ、2センチってか書いてなくていいんですよ。測ることってないもんね。そうなんです、何も書いてません。次は消しゴムですね。これは確かまとまるくんだったかな、カバーついてないんでわかんないですけど、私でもカバー割と序盤から外しちゃうタイプです。で最後が写真、シャーペンに合わせて 0.5mm です。私は HB を使ってますね。で今中身が何もなくなったところでご紹介しておきますね、改めて。こんな感じのバラの柄です。シンプルでモカちゃんっぽい。私バラが好きなんですよ。学校で時計を作る授業があって、そういう時とかも柄をバラにしてました。こちらですね、あのよかったらおさらいにしてください。お安いので。筆箱紹介の動画向けになっちゃう。確かに、まあ、ちなみに以上です。あ、終わりなのね。もう何もない。あとはなんかもう私結構学校からもらったものとか使っちゃうタイプなんで、うん、学校からもらったファイルとか教科書とかを入れてますね。もうそんなに高いものは私使ってないので、お揃いにしてください。普段はこれにあと何を入れてるの？普段はこれにあと教科書、体育着、あとお弁当箱とかですかね。私重いのが好きじゃないので、うん、なるべく軽めに、うん、物は少なく。だって教科書とかも私ロッカーに置いてってますもん。全部じゃないですけどね。はい、こんな感じで私のスクールバッグは以上です。参考になってたら嬉しいです。なんか物少なく揃えたい人とかさ、うん、これからなんか新しく全部新調したい人とかにはさ、参考になる動画になったね。そうですね、うん、新学期迎えちゃったって方も多いと思うんですけど、まあ来年度とかに参考になればいいなと思うので、よかったら真似して使ってみてください。それではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また見てね、グッバイ。ガチャ。なんかすごいシンプルだね。シンプルが好きなんですよ私、うん、色とかもごちゃごちゃしたくないタイプで。私高校生の時全部ピンクで揃えてた。すごいですね。バッグとブランケットとか。へえ、バッグもブランケットもですか？今服全部黒ですよね。小谷さん真っ黒なんですよいつも。